え、何の生肉それ？え、ここに一匹いたやつです。わーっとまた分かんないこと言ってる。もう絶対そうだと思った。もう嫌になりますよ、話すのが。ねえ、なんでそんなこと言うの？教えてあげようと思って。教えてあげようという気が感じられないです。星川が知らないこと勝手に言ってプププって思って終わってるじゃないですか。だってじゃあちゃんと、じゃあちゃんと教えてくださいよ、そんなこと言うなら。来ました。じゃあさっきの何でもは知らないよ、知ってることだけっていうのは、はい、あの化け物語のあの委員長、クラスの学級委員長の羽川翼っていう頭のいい子がいて、主人公はその人にお前は何でも知ってるんだなみたいなことを言ったら、何でもは知らないよ、知ってることだけっていう羽川さんのセリフ。へー、うん、なるほどね、わかりました。なんで首振ってたの今。ねえ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 。いや勉強になりました、めちゃくちゃ。そう、有名な返しをあうんの呼吸みたいなもん、あって言ったらうんって返すみたいな。へえ。何でも知ってるねって言ったら何でもは知らないよって返す、なんかあれがあるのよ。覚えときます。もっと教えてあげるね、いろいろ。わかりました、覚えときます全部。うん、忘れたように教えてあげる。わかりました。いや、ほしかわてて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 てみたいな。ああねえ、もうなんか、うん、あーどうしたどうしたどうした、お、ちょ、どど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 ど、あいつは凄みがあるわ。またなんかわかんないこと言うなんでさ、今日さ、今日さ、なんか3000色染料揃えてさ、サボテンも聞けよ、染料も全部揃えてさ、サボテンを育ててさ、なんかいい感じと、最後になんかもうだってわけわかんないです。もう誰ですか、もう全然意思疎通できないです。何喋ってるかわかんないもん。なんで最後にそういうことなんか今日のあれは実はみたいな言い出すんですか。なんかもう今日ちょっと仲良くなったみたいなのが全部勘違いみたいじゃないですか。ねえ、お聞きしますよマジで。それで君が満足するなら僕は構わないよ。もうちょっと高い低い位置まで落としてくれない。ああ死ねって思った時にはもうすでに行動に移しているならプロシュートの兄貴ってことね。いやー、しかも学習してきた。もうなんか先輩。どうした、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 何何何ペチペチしてる、自分のほっぺペチペチしてるの、大丈夫。ああもう壊れちゃった、壊れちゃった。ちょっと嫌だなって思ったことないです、デビューしてから。まあ新しい経験だよね。あ、そうですね。何すんの、怒るの、なんでだと思いますか。逆になんでわからないですか、怒ってる理由が。え、別に怒ってはないですね、怒ってはないです、うん、怒ってない、怒ってないですよ全然、怒ってはない、うん、はい、怒ってないです、すいません。はい、え、じゃあ何を直したらいいか教えて。何も別に直さなくていいですよ。ほんと？はい、教えてくれてありがとうございます。黄金の意思、はい。わかった、違う違う、あーあー、もう痛い痛い痛い、やめてよやめてよ。あ、それはあれね、シンジ君の真似をしてほしいって振りね。違います、あ違う、やめてよ、似てないですって、やめてよ、似てないから、しんじ君そんなに、もうやめてよ、みさとさん、みさいってくそ、ちょっと、ちょっと、むさいって、もう最後までボコボコに殴り殺しますからね、もう。あ、ちょっと、もう死ぬよ、殺したら、殺したら最後まで殺せよ、じゃなきゃ俺がお前を殺す、これ牛島くんの。異能バトルは日常系の中でっていうアニメでなんかこういうシーンがあった。主人公が中二病で何でもうんうんって聞いてくる幼馴染がある日急に全部わかんないよみたいな
これって何みたいなブチギレるシーンのやつすごい早口になってあったね、こんなの。勉強になりますわ。それっぽかったな今。